こんにちは。海辺の女王です。今日はですね。珍しくこれから話す内容と。見えている画面の内容がリンクしています。今日の海辺の女王はですね。はい、私はですね。美形の男性を描くのに苦戦しています。なんかねまあ、ストーリー上モデルをやっててもおかしくないぐらい。 あの顔とボディーラインが整っているっていうのを絵で見せなきゃいけないんですけど。これが難しくてですね。<laughs> ただただ美しい人間を描くっていうのは、私にとっては難易度がとっても高いです。いや、絵が下手だからとかそういうのをね。絵が未熟だからとか。まああるんだけどね。ただただ美しいっていうものはあの。うん 人間を描くのは難しいです、はい、説得力のねあのこの人は美しいんだってことをねあのセリフでね説明しないでね絵で説,説得するってほんと難しいなって今苦戦してるとこなんですけど、うん、であの今ね青いラインで一旦普通に歩いてるのを描いた後またちょっと描き直したりしてるんですけど、うん、これもねあのファッションショーのランウェンを歩いてる モデルのね歩き方とかを見て <laughs> あのモデルらしい歩き方ってどんな感じってつまり美しい歩き方ですよねを観察してちょっと書き直したりしてるんですよ。うん、で、まあ、ちょっと骨組みだけだとこれ誰を書こうとしてるのかちょっとわからないかもしれないんですけども、うん、珍しく自分もあの早送りに設定した。 800倍かなに設定したモニターを見ながら今喋ってるんですけどはい本当に、ね、先に喋ったのがあったんですけどその喋ってるやつがねなんか変な機械音がピーってずっと入ってて扇風機なのかエアコンなのか分かんないですけどそれがちょっとあんまり大きすぎてこれいかんぞってことで今早送りしてる画面を見ながら喋り直すことにしました。うん あやっと絵が出てきた線が出出ててききたた線ましたね、うん、でこの線が出てくると私の,あの海辺の城の漫画の「お部長と平田っていう漫画を読んでくださってる読者の方にはもうちょっと分かってきてるかなと思うんですけどこれ描いてるのがですねこの「専務財前直人」財前直人ですね一応あの美形っていう設定なんです。<laughs> <laughs> なんかすっかり懲りない愉快な人ってことになっちゃってますけども超美形らしいねあの行動取らないっていうかあんまり美形だーってことをこうだから美形だから何だっていうエピソードがないので、うん、それよりも愉快な人っていう方がちょっと皆さんの印象強いみたいなんですけど、うん、そうなんですよで普段は美形美形してることがこう関係ない展開が多いのでこの人に関しては。 あんまり美形だってことを意識して絵描いたことなかったんですけど、うん、私の脳内のキャラクターでは彼は美形,って美形で動いてるんですけど <laughs> それを描き出せていないという、はい、でその描き慣れない彼の美形ぶりをですねいかに彼が美形であったかを思い出してほしいみんな忘れてないっていうことをですね描こうと今一生懸命苦戦してるとこなんですよ。いや本当普段美形キャラとして 美形の設定でも美形キャラとして振る舞わない人間のねことを美形に書くのって本当難しいですよね。何言っっててるかかんななくきたでああそうだ専務の、まあ、ちょうど今画面も専務出すし専務のことになったからちょっとね専務のもみあげ問題についても話しておこうかと思うんですけども、うん、もみあげ専務専務のもみあげ問題。もうね、このね とお部長が、まあ、主人公のヒロインののりちゃんをまあ取り合うというかですね、うん、取り合う関係になるんですけども、まあ、一応お部長がおねえ区長でしゃべるキャラクターなんでそれが苦手な人もいるん,じゃいるんですよやっぱりお根、ね、キャラじゃないけどお局さんみたいな女っぽい話し方するキャラクターなんでそれが苦手な人もいてそういう方とかはっと専務派になりがちなんですよね。 <laughs> 面白かったんですよあの専務派っていうのが存在してまして今はもういないかもしれないけどそうあの取り合いがピークの頃は専務派という方々がいてですねあの、はい、専務がねでも専務,派の専務派だって言ってる方々でもこの専務のもみあげ、うん、も,もみあげがお嫌いらしくて専務にもみあげがなければもう。 絶対的に味方になるんだけどな、応援するんだけどな、なんて言われちゃってまして、はい。<laughs> でね、そのさっき言った専分のもみあげ問題っていうのは、そのことじゃないんですよ。専分のもみあげがあるから、人気がいまいち。あのお部長には絶対的に勝てないとか、こうもみあげあるから応援したくないって言われちゃうとか、それが問題なんじゃないんですよ。それはそれでいいんです。<laughs> <laughs> あの問題はですねこの専務のようにもみあげがしっかりあるようなつまり、まあ、おひげもねどっちかってったら蓄えようと思ったら蓄えきれるんじゃないかなっていうふうに大人になった時に顔の方にあの毛がしっかりあるタイプの男性って子どもの時はどうだったんでしょうねっていう。日本人の男性ってほとんどの方がひげ剃っちゃうので,でひげの延長でもみあげも割と綺麗いにまあ剃っちゃう人が多いので。 そのの方が子供の時からくっきりしてたのかかわらないんですよね。でその方がだってひげももみあげもくっきりして,からしてるかどうかがそもそもわからない状態にしちゃってるので。でこの専務のね問題っていうのは専務の財前直人の子供の時のもみあげが、えー、あったのかなかったのかわからない問題なんですよ。<laughs> 今のところ、あのー、この専務の子供時代のエピソードを書くことにならないので。 あのそこにもその問題に直面してねどうだったのかこう設定を明確にというか映像的に明確にしてないんですけどもこれ政モの子供時代のことをちらっとでも書くことが書く日が来た時にすごい困るなと思っててうんなのでねうーんこの動画を聞いている方であのまあもみあげとかね くっきりしてる男性、まあ、子供できれば大人になってからくっきりしてるなっていう感じの男性がいてその人の子供時代のもみ上げがどうだったかコメント欄で教えていただけると助かりますはい <laughs> はい,いや子供もの時からくっきりしてたよとかいやいやえっ、ー、とね大体ねって言って中学生の後半ぐらいからかなとかなんか記憶の限りでいいので。 もしくはご自身が、まあ、男性が聞いてる場合男性でもみあげがくっきりしているタイプの方はいつ頃から俺自分はもみあげがくっきりしてるなって意識したとかコメント欄であの教えていただけるとあの助かります、はい。というわけで悪戦苦闘しつつどうにか美形っぽく書けたかなっていうところで今日はこの辺で。ではまた